ピップトは2016年12月に結成された日本の女性アイドルグループ。制作プロダクション合同会社そばの社内プロジェクトとして立ち上がり、2016年夏に行ったオーディションで一般から選ばれたメンバーで結成。みんなで青春しませんかをコンセプトに掲げ、青春や学校をモチーフとした楽曲やビジュアルが持ち味。 メンバーは3年人気制で加入から3年で必ず卒業することになっている。統括及び音楽プロデューサーは音楽レーベル6ジャムプロジェクト主催の本間翔太。映像や衣装などを担当するビジュアルプロデューサーは写真家の長谷川啓介。楽曲や振付などに自身もアーティストとして活動する若手クリエイターが参加していることも特徴。楽曲は 渋谷系ギターポップをベースにエレクトロニカチップチューンの要素を盛り込んだ爽やかでエモーショナルなものが多い。グループ名は少しだけ背伸びして今よりも高いところに届くようにという思いを込めて背伸びするを意味する英語スタンドオンティップ等から第一期が2020年1月11日に活動終了し日の網以外のメンバーが卒業、脱退。 第2期が2020年6月10日より活動開始。同年9月27日お披露目ライブを開催。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2020年、2021年、在籍期間、タイムライン楽曲をピアノソロでリアレンジしたインストーン編集。出演者のランティップ等、とメンバーは除く、ライブ定期公演、ライブ定期公演。 ありがとうございます。